将来的には、あの、インバウンドかベビーブームを起こすしかないと思うんですけども、ベビーブームをクリアするためには、一人産んだら一千万とか、こう、インパクトのあることをやれっていう人もあります。 そうすると、年金問題もクリアできると思いますが、インパクトのあるメッセージをぜひ出してください。ありがとうございます。あの、インバウンドっていうものを経済成長の目玉にって言ってる、あの、政治家は信用しないでく、あの、ポンコツです。ポンコツです。ポンコツで,です。インバウンドで得られるものなんて5兆円、6兆円なしでしょそれって日本の経済規模の何パーセントなんですかってことですよ、もで、それは目指しちゃダメなんですよ。結果それがついてくるってことは OK なんですよ。で、インバウンドってものを目玉にするんだったら、だって日本の、えー、 様々な、日本の中で買い物する時にはもっと税金重くしなきゃダメですよ、彼らに。当たり前じゃないですか。自国よりもより安く買えるってことで来てるわけだから。で、逆にホテルに泊まるって言ったら日本の人よりも高い値段払わなきゃダメですよ。これって当たり前に行われてることですからね、海外では。ハワイでもあるでしょハワイのロコはえ、カモアイナっていう割引があるわけですよ。でも海外から来てる人たちお客さんは高い値段で泊まるっていう。当然のことです。 インバウンド、えー、そういうような観光が目玉だって言うんだったら、それぐらいのことしなきゃダメですよ。何を俺たちに負担を押し付けてんだってことで怒られるたな場面なんですね。国内の様々な産業ってものがかなり厳しい状況に追い込まれてるから、インバウンドでなんとか買ってってくれて助かった。でも、国として経済成長の目玉をインバウンドっていうふうに置くっていうのはもう終わってる状況だと思ってますから、ついてくるっていうインバウンドだたらありって考えです。じゃあ、経済成長させていくためにはどうしたらいいんですか経 教育するためにはベビーブーブムだもちろん、新しい、そういう、なんだろうな、生命の誕生ということになれば、えー、そこに関してですね、ある市場がさらに盛り上がるわけですよね。えっと、なんだろうな、えー、妊婦さんがいたりとか、小さなお子さんがいたりとかっていう人たちが増えていくならば、そこに関係するものだったりっていうものがどんどん広がりを持ってくるっていうのはおっしゃる通りだと思うんですけど、 これを人工的に起こすということを今からやっていくのって大変だと思うんです。もちろん、さっきから繰り返している通り、一人生きるだけで精一杯だという状況にされている様々な世代の人たちに、これは大胆に底上げをしていく必要がある。30年多くが地盤沈下してきた社会なんだから、全体的に底上げをしていくっていうことでも、これは十分に、 好景気になり得るというか、なるしかない状況を生み出せるんですよ。だって足りてないんだから。だからまずは皆さんに軍資金として、これは様々お金が使えるように国がお金回さなきゃダメだ。だから減税なんだ。社会保険料の減免なんだ。で、悪い物価高が収まるま間で間は給付金。こういう形で、まずは大きな需要を作り出していくこと。この需要を作り出していくということにおいて、やっぱり消費税なくなったら誰が助かるかって言ったら10%を負担する。 消費者だけじゃないんですよ。赤字でも払わなきゃいけないっていう消費税を抱えている中小零細むっちゃ助かるんですよ。つまり何かつっ,ったら需要も生まれて、えー、肩にのしかかった消費税もなくなるっていうことになれば、多くの中小零細は元気取り戻す道がまずできるんですよ。まずこれが重要ってこと。で、その先はってことなんだけれども、当然お金が回っていく社会においては、どんどんこの消費は増えていくわけだから。例えばですけれども、 国としてそれ以外で応援できることはないか。日本の国産品、日本の国産品を政府が買う。これ政府調達って言われるもんなんですけど、こういうものを大胆にしていく必要があるんですね。それによって何が生まれるかって言ったら、日本の産業、製造業だったり、いろんなものに力を与えることになるんですよ。で、アメリカも結構徹底的にやってて、オフィス家具からヘリコプターブレードまでものすごく幅広い分野の政府調達を大胆にやって、 何が生まれたかって言ったら、良質の雇用が生まれたんですよ。いい給料で安定した仕事っていうもの。政府が支え続ける。必要なものを買う。普通に考えていろいろあるでしょパトカーもいるわけだし、鉛筆だってそうですよって。役所で使うものとか。様々な政府調達ってものをできるわけだから。国内産業を安定させ、中小企業を元気にし、そしていい雇用を作り出すために国も 国産品を買っていくってことをやらなきゃいけない。今どれぐらいかって言ったらおそらく10兆円程度しかやってないんです。出ますかねはい。これ少ないんですよ、皆さん。まあ、アメリカとは人口が違うけれども、おそらく2桁近く。おそらく200、300兆ぐらいいってるかな、アメリカは。でも、日本は10兆円いかないぐらい。しかもこの中には輸入もあるってことですね。国内産業をやっぱり海外に逃げてって空洞化してった部分をしっかりともう一度 もう一度これは再興させるっていう意識を持ちながらやっていかなきゃいけないことなんだろうと思ってます。すいません。あ日本製品を買いまくれっていうことですね。バイ・ジャパニーズ政策と私たちは呼んでるんですけれども。少子高齢して対策をお聞かせいただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。まあ、少子化が大問題ですって言いながら、教育を受けるのに借金せよがなきゃ無理なんでしょう、この国。奨学金の問題とか。 大学生の二人に一人が借金背負って、そのうちの多くが利息を払う。でも少子化が問題なのに、若い人たちに借金背負わせるって、これより少子化になっていかないかって話なんですよ。だからやってること無茶苦茶なんです。国にこの少子化を是正しようって気もはない。じゃあ山本だったらどうなのか、令和だったらどうするのかってことですけど、これはずっと言ってることです。ヨーロッパなどで是正されたという例があります。どんな政策を打たれたかって言ったら三つなんですよ。 一つ、教育。教育に本人、またはその家族に負担がかからないようにする。教育無償化です。例えば日本国内で今それを進めるとするならば5兆円。プラス5兆円の財源で大学院卒業まで無償化にできる。やりゃいいのに。でね、私中卒なんですけど、中卒でも、これる暮らしできるような賃金もらえる社会だったら、わざわざ大学行こうと思いませんよ。行く気がないのに。そうでしょ 日本みたいに大学行かなきゃ生涯年収変わりますみたいな社会だったら別に勉強したかないけど大学行ったっていう証だけもらうわっていうために行く人も出てくるかもしれない。でもそうじゃない。学びたい人にはちゃんとこれはサポートする。で、学問を深めていただいた大人がこの日本社会のね、形成にみんな関わっていく。そういう人も関わっていく。いろんな人が関わっていく。こういうことを担保する必要があるんだろうと。もう一つ、えー、住まい。これはもう若者だけじゃなくて高齢者もそうですね。 えー、絶対的に失わない住みか。これを手に入れることができると。しかも自分の所得。これによって、えな、ー、んだろうな。もうこの家賃の家には住め、ね。例えば、急に仕事が切られたとか、いろんな状況になったとしても、その状況の時に家賃取らない。今これぐらいの所得があるから、じゃあそのうちの何パーセントは家賃としてもらえますみたいな公的な住宅ってこと。で、住まいってむっちゃ重要なんですよ。 つまり失ったら終わりなんですよ、事実上、路上に出て就職できませんよ、住所ないんですよ、この状態、絶対止めなきゃだめなんです、何があっても失わないもの、まずは家、これを基本にするべきだというふうに思います、公的住宅を押す、新築のものを建てろ、ボンボンっていう話ではないです、もちろん、えー、バリアフリー用で高齢者の方々に入っていただくようなものも作ってもいいし、一方で、空き家であったりとか、空きアパート、空きマンションみたいなものもたくさんあるわけだから。 そういったところを安く借り上げるということを国がやったりとか。そしたら何も入らないよりも定期的にお金が入ってくるっていう方がおそらく家主の方もプラスですよね。そういう公的住宅を増やしていくというようなことをやるべき。三つ目。所得が少ないものに対しては、所得を上げるために給付をしていく。先ほど言ってる通り一人生きるだけで精一杯っていう状況で家族は作れませんから。ある意味でこういったことをやっていった国が、 少子化っていうものを是正していくというようなことを、えー、成功と、その研究されている方から聞いたんですね、それをずっと安倍政権時代から菅官房長官とずっとやり合いしてるんですけど、あのー、理解してもらえませんでした、<laughs> はいまあ、そんな状態ですけど、私たちはそれをやっていくべきだというふうに思ってます。すいません